さあ今回もゴッツオブザフォンリーランドやっていきましょう。さあ今十何日か目でもう敵の進行がねやばいですね。毎晩毎晩もう大戦争で、見てくださいこれね、獅子類類ですよ。いやーこれはなかなかねきついんで、こっちもね人手増やしてますけど、まあ、それでもねまあこんだけ死ぬ時にびっくりした。今日これ作ろう、これもう一個作れるんで、これじゃないね、これどうしようね。左側がちょっと手薄なんで左側に置くか。よし置いたよね、置いたかな。あれよし置いたね、間違いないね。何あれ、で舞台今ここの2つに分けてるね。前に出て戦うしかないということで、で畑がねちょっと足りないんでこうやって増やしたりして、で人口がねめっちゃ死ぬんでなかなか増えないと。今の畑の量でプラスはあるけど、まあ12人増えるんで、でもちょうどいいくらいだったはずだね。いやー大砲とか全部これで、ワードタワーあと5個置けるな。これもねビビたるもんなんだよね。でもこの辺置いとくか、さすがに左側が少ないんでね。あれは敵なのか、敵か。強いな、お前ら行け、取ってこい。アイテム拾えるかな。来た来た、あーブレードね使わないと思うな、まあ、今更こんなんつけて前上がってもね殺されるんでね、もののもう数秒でやられますよ。夜もう何300対50ぐらいやってますからね、なかなかもう大規模ですよね。持てないんだよね。何があるのか分かんないからね。今でもこれでいいと思ってるんでね。武器と、なんか、何回も使える回復のやつと、これいらないかな？いや、ブレードがいらないか。ブレード捨てよ。何拾おう？これは？シールドね、いらない。これなんだっけ？クールダウンか。あ、クールダウンいいね、スキルの。これ持ってこう。バニッシュメント連発ですよ。あと3つか。ちょっと左側がね、悲惨なんでね。置きながらも、この辺も置いた方がいいんだろうな。右とかが逆に少ないんで。これ完成かな？家置いとくか。まあ、だいぶ食料貯蓄できてるんでね。大丈夫じゃないかなと。最大数来たね。畑はないのか、素材がないね。で縄文逆に置けるんで縄文置くか。ここ脆いんでね、縄文からの縄文いける、出れるかな。で回復はつけてるか。こっち危ないのかな、どうだろう。デュラはほぼみんな戦うんで、ノーフ以外戦争につけるんでね。そのつもりで行って。来るのか。やっぱ、しもべ持っとくかな、どうしよう。まあ、自分自身につけて遊撃軍も全然ありだけど。弓はいいか。近接つけたら多分上がってて死ぬと思うんでね。ゴーレムつけようかな、自分に。
ゴーレム遅いから、でも盾として多分出てると思うんで、それがなくなったらより人が死ぬんじゃないかなっていうところで、ゴーレムもやっぱ必要だね。ん？敵は？見てきてるか。このハテナ行きたいね。あ、いるじゃないか。おらおらおら。賢者。賢者遭遇戦ね。これ攻撃すんの？ここにしろ。よし。さあ、敵が来るぞ。備えろ、備えろ。大体みんな仕事終わったかな？終わったようだね。撃て撃て、よし、この連発はでかいでしょ。あと、何個まで置けるっけ？ 4 個か、あと2つか、じゃあ。大丈夫か、ね、スライムなに、そんな最近のスライムは強いの？今ね、これ、回復でホーリーグランド使えるやついるんで、お人増える人増える、右から右から来るな。仲間にしてやろう。はいはい、ここと弓はいるか、近接がいないか、死んでっからいないんだね。ここ弓は薪がないんで、ちょっとあと回復に入れてこう。オッケー、パラディンみたいな。チャペルがちゃんとした普通のヒーラーだよね。今いるのはホーリーグランド使うやつと戦う聖なる騎士だね。パラディン、パラディンだよね。強いのかは分かんないけど。おっしゃ、全員兵士だ。命をかけろ、命を。で、これをうまく使っていきたい。クールダウン8分。さあ、回戦だ。まだでしたね。恥ずかしいな。回線はいつだ？行ってくるか。お、ボス戦かな。なんちゅうとこで。一応あるんだね。これはエンドレスモードじゃないから。ボスがあるんだ。うわ、強そう。待って待って待って。あれはなんだ？一体か。ブラエバニッシュメント、どうよ。ホーリーグラウンド、スターソーム、死ぬんじゃないか。大技三昧、拾えばいいの。それ何ですよ。アイテムなのか分かんないな。ボーンタは違うね。使うこれ。お、拾った拾った。ライトオブクリスタル、サモン、サモニンかな。あ、これ勝ち。いやー、やりすぎたね。やりすぎじゃない今。じゃあ、だとしたら驚異的な力でやっちゃったよね。わ、ちょっと後悔かな。ちょ、来てみんな。あれ行こう、あれ。下行こう。これ、気になるね。ボーンタワー。クールダウンがあるね。あ、これ使うやつか。魔法型だね。いやー、な、今までのウル、強すぎないだとしたら。そういう難易度なのかな。いや、あいつ、実は、みたいな。やつは四天王のうちの一人みたいな。これが謎なんだよね。あ、ここか。あ、ここに通りなんだ。よし、はめよ。あ、ん、何何何、まだある実は。出てきたんだけど、あったね、これね。埋まってるの見たわ。
終わりじゃないですか。戦ってるのか。何これ何、戦うべき場所かなっぽいな。これ使うかじゃん。アタックオーダーいけ。あいつを殺せ。あんまり技使わずに行こう。もったいない。ゆっくり行かないと。スターストーム禁止ね。ん？どこ行きやった？集合集合集合。いたいたいた。お。これ何？今のあれは何？来たまえ来たまえみんな。あれ味方なのか？味方だ。え、これ何？ボーンタワー的なやつだっけ？あ、いるいる。やれ！案外強い案外強い案外強い。暗いバニッシュメント。やるね。集合集合集合。スライム出すか。これは相手なんか直してるっぽいから、これ破壊しに行くのか。これだね。行け。いけるか。よし、破壊したっぽいけど。移動した方がいいのかな。挟まれてる感がすごいぞ。自分の位置が分かんない。いるのかここに。この辺にいるのか。あれいるのか。本当にいながら死んでないか。戦え。あ、撃ってる撃ってる。あ、そんなとこにいたの。あと、シード2つだね。
キールよりこっちの方が強いかな。どっちだろう。ここで戦わして、ありがとう。あの女が追ってこないようにしよう。俺も任せろ。 いけるな。今なら電気あるぞ。やれゴーレム。いけ。あ、まだまだ見失った見失った。あ、いたいたいた。あの女め、クライホリーランじゃない、スターソーム。移動するぞ移動するぞ。これゴリ押しすぎるか。硬いな。何もできないんだけど。味方に任せろ的な感じかな。よっしゃみんな、あとはあの女だけだ。力合わせよ。なんか展開してるね。自分をそんな感じしなくていいから。みんなしてあげて。食料どうでもいいよ。撃て撃て撃て。見えない敵との戦い。え、もうちょいもうちょいもうちょい。撃て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 。当たってんのかこれ。聞いてるのか。実は聞いてないんじゃないか。終わった。あとはこれかな。じゃああとこれじゃない。みんなで捕まってるけど大丈夫。これを破壊しないといけないのか。任してくれよ。ほら食らえ。みんなで離れていくんだ。あれは敵なのかな。パニック。あ、集まってきた。まず拠点戻ろうか。ああ。もうちょい上行けないかな。あ、撃ってる撃ってる。第2形態、第何形態言う今。
効くのかなこれ。お、バニッシュメント、ちょっと帰ろうぜ。もうあ、拠点も危ないのか。安全な場所がないね。やばくない？動けない。動けない。危ね。あの毎晩来るやつがいっぱいいる。これはどうするべきだ。あいつを殺せるか。スタンされる。使わせて。動けない。よし。動けないって全然。ずっとスタンされてる。スタン。ああ、待って。たまに1秒動けて死ぬんだけど。ああ。これ多分みんな動けないな。動けている感が1ミリもないもんね。暗い。これがさっき呼び出したやつか。大将しとれ、大将。ダメだ。もうないの。あ、スタンされてる。こいつやね、スタン。いやー、丸裸ですよ。いやー、ボス戦なんかイージーかなって思ったけど全然ハードだね。回復要因が少ないかな。シッケートに問題があったから。あれ、死んじゃう。あーと、ここしかない。みんな集合、アタック。死んだ。命令はしたぞ。いや、めっちゃこっちに荒らされてるね。ゴーレムはね。あ、ダメか。ゴッドクリスタルが破壊されましたね。いやー、すごい戦いだね。最後は最後で土地引いたのか間違いかな。さあ、ディフィート、ノーマルスタンダードモードですね。いやー、難しいって聞いてたんですけど、これなのかな。ハテナなんかクリアっぽいよね。でも新しいやつは増えてるんでね。フォージマスター。ハイ HP。アップグレードブルビルディングス。ノーレンジアタック。遠距離攻撃ないんだね。パワフルサポートアビリティ。あー、で、ローポピュレーション。人口が少ないのかな。拠点が強い系じゃない。
どうしよう。エンドレスやってみたいね。ちょっと、スタンド誰か最後だもんね。クリアしたい感あるけど、エンドレス行きたいな。このキャラでね。アンロックわかんないんで、それが、何かね、ちょっとアンロックするために、スタンダードが出るならそこやりたいけど。まずはこいつ試したいな。セージはね、まあ、バランス的な魔法も使えてみたいな。で、レンジもできてって感じだけど、こいつはレンジできないけど HP があって、サポートアビリティなんでね、ちょっと、舞台を強化するのかな？建物を強化するのかな？そういう系統だよね。いや、これちょっと使いますか、次回ね。いやー、勝てそうだったからどうだろうね。途中からもうちょっと思考が停止したんでね。で、あいつ、女性かな？の敵が出てきた瞬間から思考が止まったんで、もう戦況が不明でしたね。何が痛かったんだろう。まあ、遠距離かな。兵舎にくっつけるパーツで、まあ、つけてないのもあったし、兵舎に弓2個くっつけて、火力はそっちの方がありそうだから、弓特化で組んでやるのもありかな。か、もっと近接を追加してね、数でもうね、囲んで殺すみたいな。ただ、スタンとか、近づいた敵をスタンさせるやつが多いから、やっぱ遠距離に特化した方がいいのかな。まあ、回復はね、ホーリーグラウンドとかで、まあ、見えて、目に見えてよかったんですけど、パラディンがね、どうだったんだろう。聞いてるのかわかんないんですけど、範囲回復の方がいいんじゃないかなということでね、まあ、そこら辺強化していきたいな。まあ、とりあえず、こうにしましょうか。次回は、新キャラね。